んにちは。マスクするからさ、もうお肌やってもね意味ないんですよ。あと最近めっちゃ肌荒れが悲しい。なんで肌荒れが最近すごいから、あまりもうファンデーションをしたくない。かまちゃんさん、レインボースター、ラブレターありがとう。ラブありがとう。そう、めちゃくちゃ広島は晴れてます。みんなの地域は、関東は結構雨っていうか、今日東京って調べたの、あのアプリのさ、なんだっけ、天気のアプリで、だから雷のガガガガガガみたいな、あの出てきて、雨めっちゃ降ってる、気をつけてください。ご飯とかみんなある？お家に大丈夫？今日は広島めっちゃ晴れてるよ。メアリーだっけ、台風なんかわかんないけど久しぶりの台風な気がする。去年とかよく広島に到達する前に結構終わっちゃってたんで、なくなってた、両端なんか普通の高気圧になってたみたいな、めっちゃあった気がするからさ。台風っていう台風が久しぶりだよね、広島じゃなくて日本的に。しかもいろんなフェスとかアーティストさんのフェスとかもさ結構中止みたいな。そう、今日のサマステもそうだけど、フェスとかが夏なのに。スライソニョさん、ハートありがとうございます。広島はね、ちょっと今窓開けてるんですけど、あのコン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 鳴るから、あのずっと天気がいいよ。明日大丈夫そう？あね、明日はなんか曇りみたいになってた、東京の予定見たら。ハートありがとう、キコさん、スレソニョさん、ラブレターありがとう。一日おうちに、いいね、おうちで。お家にいる時って何すればいいか分かんなくない？しかもさ、なんか予定がもともとあったのに急遽なくなったとかってなったらマジで何すればいいか分かんないよね。なんか私コロナの時本当にただベッドの上で YouTube ずっと見てたぐらいだったから、コロナのやつも急遽っていうか急になったからね。何すればいいか分かんないよね。何すればいいんだろう、何するのが正しい。あれ、メイクブラシが消えちゃった。あれでね、誰か取っただろう誰か取っただろう。キャスさん、線香花火とかわいい、ありがとう。こんにちは。誰か取っただろう、私のメイクブラシ。これに、これのセットについてるこのブラシがなくなった。取っただろ、誰か。どこだ、どこだこんにちは。え、ガチでどこ、え？え、さっき使ってたんだけど私。え、あったわ、あった、あれ、あそこにありました。こう棒状のものだから、あのこの私のメイクポーチなんですけど、ここのマスカラたちの中に刺さってた、こうやって刺さってました。今日は踊ってきます、頑張るよ。今日ももう立ち位置は覚えたから、あとはほんまに振りだけやから、頑張るん、ばば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 ば。明日は昼夜公演でドキドキやわ、めっちゃドキドキ。頑張る。
のみおくんさん、かわいい。庄司さん、入ってありがとう。立ち位置と振り覚えるのどっちが大変？振り？立ち位置は覚えれる。声に出したら覚えれる。振りのが難しい。リズム、なんか曲によって全然違うの。空が思うに、私はあの花だれ公園の、まあ、初日とか2日間終わってるからネタバレ、まあ、なっちゃうかもだけど、一杯の水の2番が意味がわからん。2サビか、2サビがマジで意味がわからん。先生が作ってくださったんやけど、むずいっていうかリズムがむずくて、一杯の水の2サビが難しい。どのユニット、どのユニットでしょう、空は。そして誰のアンダーなのでしょうか。お楽しみに。真空圏さん、イエーイ。斉藤さん、庄司さんファイトありがとう。明日昼入ります。お、もしよかったら赤緑ペンライト待ってます。あずみんが、そらは先輩とめっちゃ話したいです。あ、ほんと？昨日一緒ってか、あの明日ね、一緒に初日を迎えるからね、あのもうね、うちらはドキドキしとってね、ちょっと振りでね、近いっていうかとこがあってね、なんかほんとにね、こう鏡でレッスンするときもこう横になんだらびっくりするぐらい、もうショーと大みたいなほんとにでくらい違うくて、マジでちっちゃくて、もうなんか手とかも、手一関節違うくてえみたいな、もう本当に肩ラインとかなんですよ、顔が。だからポンポンポンってやった、昨日ちっちゃい、かわいいって言って、もうしょ、私の上なんですよ、一個上、お兄ちゃんと同い年ないよ、あずみ。マジでちっちゃくて可愛くて、昨日はいつもよりたくさん話した、5回ぐらい話した。多分気持ちは5回ぐらい話した。天然うなぎさん、なんだっけ、線香花火と皆さん、ハートありがとう、ありがとう。早撮りは、いや早撮りはね しないんだけど、なんかね、ダンスのこうリズムに、なんか全部のリズムに音があるから一個抜かしちゃったりするんだよね。でなんかあれみんなと違うなと思ったら抜かし、なんか振りを抜かしてたりとかあるから、立ち位置は全然覚えれるの。振りがね、しかも初めての振りだから、なんか振り入れのその一杯の水を振り付けてくださった先生じゃなくて、その私たち STU でいつも教えてくださる先生が作ってくださったらしいんですけど、2番はめっちゃ緊張するよ。鼻だれ頑張るね明日は。でもあのサラピーとソラとあずみんちゃんが明日は初日かな、ドキドキやでマジで。でも行くよって言ってくださる方がね、思ったよりいたので、私本当にガチでいないと思ったよ。あの花だれ難しいかなみたいな、結構さ当落なんか倍率なんか高いみたいな、わかんないけど、だから難しいかなと思ってたよ、そらは教えるかなみたいな。だから意外とっていうか、まあ、ちらほらいて、いいんじゃんと思って嬉しい、ありがとうございます、頑張ります。その気合い入れるためにあのあれをしました、あのメンバーさんから誕生日プレゼントで天下一品のカップ麺をいただいたんですけど、それを食べました。なので今お腹いっぱいいっぱい、お腹いっぱいです。
頑張りますね明日。やばい、とりあえず今日はいっぱい踊りまくります。あれ、昼公演待ってます。夜公演も、昼も夜もなんか、まあ、いい感じに入って、明日はほんまに選抜メンバーさんの中だからめっちゃ緊張する。こんにちは、ちょっとすっぴんに近くて申し訳ございません。 ST48 のシナノソラハです。なんかね、もうやばい、頭がパンパン。もう楽しみ、めっちゃ楽しみ。眠今日はね、さっきねツイートしたので見てください。朝と昼の間みたいな感じの時間帯にあった。この前友達と遊んだ時にね、映画見に行く前にケーキ屋さんでケーキ食べたんですけど、そこのケーキの写真をツイートしたので、よろしくお願いします。こんにちは。9月公演出たいね。でもね、ソラハのポジション誰のアンダーか、まあ、言ってないけど分かる方もいるかもだけど、まあ、言わないんですけど、その方がによるよね、出れるかは。出たいの、ソラもいっぱいいっぱい出たい。こんにちは。そう、前日の時はね、でもね、いろんな会場で出れたからあれは嬉しかった。花ざれ公園は全部ねフルなんですよ、確か。公園って感じがしますよね。でも全部全曲こう、今まで STU の公演とかは、あ、この前の僕声とかはフルだ、まあ、あのフルだったんですけど、その前の陸上公演とかはだいたいワンハーフが多かったので、あとツアーとかもワンハーフが多いけど、公演なんか花だれ公演とかはフルなので公演感がある。楽しみだけど緊張しちゃう。めっちゃ緊張して、昼めっちゃさ、やばそう、顔こわばってそう。昼顔こわがってたらごめんね。めっちゃ緊張する。切る、すべてを出し切る。こんにちは。こんにちは。やばい、ドキドキする。本当にドキドキする。めっちゃドキドキするんだ。伝わる？空のこの緊張してる感じ。でもなんかショールーム見てたりとかしたら分かるけど、咳が出る回数減ったの。前はマジで一言喋るだけでもうコンコンみたいなだったけど、最近は一言とかじゃなくて結構喋ってから出るって感じになったから、よかったよかった。熱っ、電池変えたからあちあちだ。見て、まつげすっごいバッサバサ。見て、右咳、そうだんだん治ってきたんですよ。嬉しい、よかったよかった。だからね、多分体力とかもマシになってきて、
わっさわっさ。あ、めっちゃ左もいい感じ、見て。ホットビューラーの電池を変えたからね、熱がめっちゃ強くなった。薬ね、そう言ってる。でもね、薬ね、ただの咳止めの漢方みたいな思ったから、あんま聞いてなかったけど、初め漢方はなんかいっぱいなんか続ければ効果が出るみたいな言ってたから、やっと効果が出てきたって感じで嬉しい。明日もこんな感じのまつげギャンギャンでいきますね、練習。え、でもね、なんかまつげとかが上がってるとさ、ここだけなんですけどね、私ここだけだったらまだあのいい感じに見えるんですよ。こうなったら私良くないんですけど、ここだけだったら、だから鏡に映ってモチベ上げるんですよ。まつげ上がってたらめっちゃモチベ上がる、なんかテンション上がるよ。池谷さん回復薬ありがとう。何、スイッチ？私持ってないよ、スイッチ。ゲーム機器持ってないかも。兵庫にだったらあるかもだけど、あの 3DS とか。スイッチとかね、持ってないんですよ。なんかほんと一時期さ、あの発売した当初さ、もういろんなメンバーさん持っとってさ、なんかみんな携帯よりもスイッチ触ってる方の時間の方が絶対多いやろってぐらいずっとみんなスイッチしてた、お仕事の休憩中とか。もう今はもう見えなくなったの。こんにちは、天然うなぎさん、ありがとう。レインボースター、ちょ、あんまゲームしないかな、確かに。七並べと、あ、でもね、もうどうもりもやめた、やめたっていうかやってない。あの今バタバタしてるからできてない。どうもりもね、どうもりはまあログインぐらい。最近マジでできてないんだよ、七並べもだし、もうなんかあの復帰してからあんまできてない。やらないとな、口になる。こんにちは、今日は踊るので髪を結びます。なんか最近はね、前までか、前まであんま結んだりしてなかったの、レッスンの時とか。でも結んだ方が気合が入る。結びます。今日も、昨日も結んで今日も結ぶ。こんにちは。おめめめっちゃいい感じじゃない？ほら、キスンギョ。ホットビューラーおすすめです。おすすめ。みんなまつげあげてきてよ。みんなまつげ上げてきてよ。初日の髪型はどうしようか迷ってて、なんかさ、ユニットに合わせるか、なんか初日だからストレートおろしにするか、めっちゃ迷う。どうしよう、めっちゃ迷うの。でも多分衣装的にね、そのユニット衣装とかちょっとね可愛くアレンジした方がいいんですけど、どうしようと思って。こんにちは、花だれ公園楽しみ。まあツインテールは絶対にしないかな、明日は。眉毛は描いてます。昼夜で変える、確かに。でも昼夜ではね、変えれたらね、変えたいんですよね。ユニット衣装は私は何を着るのでしょうか。でも大体ね、その花だれのさ、こうセットリストとか見てさ、
見た方いるかわかんないけど、見たことあるよって方はわかるかも。だいたい言われたもん、この前お話し会で、え、ソラハって誰ポジだよねって言われて、いろんなポジ、結構何ポジか言われたの。まあでも明日さ、いないメンバーさんがさ、あれ限られてるからさ、あれなんだけどね、代々ポジでしょって言われて、さあって言ったけど、さあ、帽子があると髪型、確かにね、そうか分かる。そうなんや。だからね、この前のね、僕恋公演とかもね、空は帽子なかったけど、隣のバナナメンバーがね、帽子があってね、だから髪型限られてた。どうしようかな、ストレートおろしとかにするかもしれません、明日のお昼は。もしかしたら。でもね、結構昨日さ、レッスンで全部通してさ、暑いってなったんよ、結構。私あの髪の毛昨日ポニーテールにしてやってたけど、暑いってなってめっちゃ汗かいちゃったから、どうしようかな、やばい、こんな叩いても叩いてもめっちゃベトベトしちゃう。で、私公園とかであんまポニーテールをしないんですよ。なぜかというと、公園とかのポニーテールってメイクさんがしてくださるからね。で、頭めっちゃ振り回したりとかしたりとかさ、するかもだからさ、こうめっちゃ縛ってくれるの、カッチし。で、それはパフォーマンスする上ではめちゃくちゃいいんですけど、すごい私髪の毛の量が多いからめちゃ頭が痛くなっちゃうんですよ。だからね、あんまポニーテールしないんですよ、私。うすべさん、かわいい、ありがとう。こんにちは。下ろしてると、うん、熱い、なんか首元が熱くなっちゃって、なんかさ、よく言うじゃん、熱くなったら首元増やすみたいな。だから首がね、なんか大事なのかなと思うんだけど、首熱くなったら自然と体もめっちゃ熱くなるのね。だからどうしようかな。ちなみに、その何でもいいって言ったら、どんな髪型が好きですか？三つ編みとか？三つ編みとか編みたらしとか、ポニーテールとか、ツイン、ハーフツインとかかな。ハーフツイン一回だと思ったの、全然前回ぐらいのマイカー公演でやったんだよな。編みたらし可愛いよね、あかりんさんがよくやってるイメージ。あ、サイドポニー、確かに首の後ろに汗かく。ストレートおろし、ストレートおろしがやっぱ無難に可愛いよね。北海道めっちゃ晴れてる、あ、よかった、無事に到着したのですね。このさっきツイートリプしてた、そらはしか勝たん勝たん勝たん。こんにちは。サイドポニーの、あの時したね、ツアーの時、サングラスレースツアー、ツアーやりたいな。サングラスで楽しかったね、1曲目と最後の曲にサングラスデイズあったよね。ドゥ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 、懐かしい。デコ出しは、デコ出しはしないな、さすがに。明日はもうちょっとしてからかな、するとしたら。普通はそう、全部ね、あんま被らないようにしてた気がする。ヘルムメイギさん、イエー、ありがとう、久しぶり、忘れてないよ、元気してましたか。
温まったかな。9月はあね、9月ね、課外活動ないのかな。早く課外活動やりたい。まだココアさんとね出たことないから、ココアさんと出たい。ユミリンさんはいつ出れるのだろう。待ってる、ずっと空たちみんな早くユミリンさんとやりたい。涙の海、涙の海ができてる。トレードってもう結果出たのか、当たる当たらないとかの。何をしようとしてると思う、そら。もう自分でも分かんない。あ、これだわ。アホ毛、アホ毛ちゃんがいっぱいあるから、こうやってしたらアホ毛ちゃんなくなる。あとポニーテールするときは、私はめっちゃカチッてしたい人だから、横はこうやってね、アホ毛。これ400円ぐらいいいですよ、おすすめ。眠くなっちゃったよ、やばい。天下一品のラーメン、カップ麺食べてお腹いっぱいになってしまった。みんなお昼ご飯何食べたの。それはカップ麺。たこ焼きいいね。うわ、たこ焼きとか食べたい。粉もん食べたいな。粉もん、カツカレー、うわいいな。ラーメン、ラーメン多いね。餃子、ラーメン多い。ベーコン、エビ、うわ絶対美味しいやん。わあ、親子丼いいな。食べてない。名古屋で何が、名古屋手羽先、あ、ひつまぶしだ、ひつまぶし食べて。そばいいね、冷やしてるやつかな。そば、え、土曜日のお昼スシローが決めてる。いいじゃん、スシロー。スシロー行きたい。最近行ってない。こんにちは。チャーハンいいわ。うわ、焼きそばいいな。うわ、焼きそば食べたい。私カップ焼きそばならある、多分。うわ、宿が卵かけご飯最高。うどんいいね。うどん、うどん食べたい。コシがあるうどん食べたい。え、ラーメン多いね。やっぱなんかラーメン多い。お腹空いてない。お腹は空いてないもんね。食べたからね、眠たい。逆に眠たい。最近レッスンの時、なんでポニーテールをするかというと、髪の毛をわざわざストレートにしなくてもいいから。ポニーテールにしたらどうせわかんないから、楽な道を選ぶ。あ、そうなんよ。あの、東京でね、公演終わった次の日にね、あの私服であるやつがあるんですよ、撮影がってなったらもうあれやんってなるかもしれんけど、撮影があるからアクセサリーとか持っていかないとだ。服は用意したけどアクセサリーはまだだ。東京で撮影。おはよう。髪伸びたよ。見える？ポニーテール、馬の尻尾だっけ。
かなちゃんさんありがとう。どこまで伸ばす？髪の毛はでもね、だいたい胸上とかまでで、まで切る。なんかびっくりするぐらい、なんかあんまり病院に行かないんですけど、行ったらだいたい胸上で切って、で胸下過ぎたぐらいに病院行くって感じかな。靴はね、いや別に持っていかない、スニーカーでいいかと思って。こんにちは。よいしょ。前髪も結構ね、初めもこうね、眉毛上ぐらいまで巻くの、レッスンの時は。なんでかっていうと、いつの間にか巻きが取れて、すぐ巻き取れちゃうからね。こうやって巻いとくの。この前の生誕はね、緊張しすぎていつの間にか前髪がめちゃめちゃ巻いちゃってて、あれは失敗の前髪だったけど、今日は元気あったかレッスンでマジですぐに巻き取れちゃう。お風呂とご飯どっちが先？私？あ、でもご飯か、ご飯かな。ご飯が用意されてある。空果ての続きね。あともう一個撮ったんだけどね、個人のみんな撮ってるから、それを多分一回は出そうってなってね。まだもうちょっとか。フィラ履いてます。フィラね、履いてるんだけどね、もうねちょっとね、白じゃなくなってきちゃって悲しいの。フィラ漏れるんのよ、足が厚底だから。あのね、フィラもう黄ばんじゃってる。黄ばみ沢ですね。STU ラボ、ちょっと前髪巻きすぎたかな。カチャン。今日もフィラのスニーカーを履く予定。なんかね、お兄ちゃんがね、兵庫に帰ってくるらしい。別に会いたいわけじゃないんだけどさ、兄ちゃんもさあんまり帰ってこないからさ、夏とお正月とかしか。お正月に会ったけどさ、そらね、本当はプレゼント渡そうと思ってたの。私お兄ちゃんにね、私1回しかプレゼントあげたことないんですよね、今まで。1回しかプレゼントあげたことないの、あのマフラーしかあげてなくてなくて、でもお兄ちゃんはナイキのスニーカーと、あのちゃんと毎年プレゼントくれてる気がする。くれてないか、あのお兄ちゃんみたいな、お兄ちゃんに嫌われてるんです事件の時にスニーカー初めて兄ちゃんからタンプレでもらって、その次なかったかもしれん。でもその次かな、その次の次か分かんないけど、あれが17誕生日だった、16の誕生日、17だったっけ分かんないけど、でその次にホワイトマスクとなんかタオルと靴下くれたね年があって、その3点セット
で、あ、そうだ、で私が帰らなかったんだよ去年の夏、一昨年か、一昨年の帰れなくて、で去年はあのオレンジのスニーカーをもらったんだけど、私1回しかプレゼントあげてなくて、お兄ちゃん3回もプレゼントもらってんのに、だからお兄ちゃんがね、なんかね家族 LINE にさ、この財布が欲しいなみたいな、三つ折りか二つ折りのサインをだ、さ、あの財布をね、画像を送ってくれてたの。でね、私もちょっと休みがあったからね、ドバッとで帰ろうかなって思ったの。でも帰れなくなっちゃって、でプラスお兄ちゃんが帰ってくる時期にちょっとでも帰ろうかなと思ったら予定がブワッて入っ、また入ったからね、帰れなくなっちゃってね、その時に買って渡そうかなと思ったんだけど、帰れなくなっちゃったから買ってない。だからお正月帰れたらお正月に渡そうかな、財布。でも欲しいの変わってそうだけど、なんか誰もね、そのお兄ちゃんがねこれ欲しいみたいな、最後の誕生日プレゼントでいいから欲しいって送ってたのね。誰も返信してなくて、でねこの前その私は帰る気満々だったからお兄ちゃんに、普通になんかいらないやつあげてもさ、なんかあれじゃん、だからね、あのお兄ちゃんにね率直に聞いたの、なんか欲しいのあるみたいな、欲しいものあるって言ったら、あのだからその家族 LINE に送ってた財布が欲しいみたいな言われてね、なるほどねみたいなで送ったら、その次にあでもこっちの財布もいいかもみたいな財布送ってくれてね。でも私さ、去年お兄ちゃんなんか自分で財布買ってた気がするの、一昨年か去年に。でね、なんか財布買ってなかったって言ったらね、そのお兄ちゃんなんかお仕事関連でなんか水没したらしくって、水の中に落としたかなんかで、なんかお財布をなんか落としてしまったらしくって、だからなんかで中身は無事だったかとかは知らないけど、それでなんかもうダメになっちゃったらしくてね、だから財布が欲しかったらしくて、あげたかったんですけど、なんかもう空は送るより手渡ししたい派なので、家族だと特に、だから送るっていう選択肢はないんですよ。だから直接会った時に渡してさ、見たいじゃん顔、どんな表情してくれるか、しかも相手が欲しいって言ってものをあげたらさ、絶対も結構喜んでくれるじゃん。だからお正月に会えたらいいなって感じですね。マジで羨ましい、羨ましい。でも帰りたい、兵庫に兵庫に帰りたい。お兄ちゃんもプレゼントソラハには用意してないよって言われて帰ってきました。やっぱ兵庫帰れなくなったからプレゼントあげれんわって言ったら、あ、俺も用意してないからいいよって言われた。ないよねっていうよくわからんお兄ちゃんのとの話でした。東京終わっても帰れないんですよ、逆にね、ちょっとね帰れないんですよ兵庫に。空もそのまま帰ろうと思ったんですよ、でも無理だった、なんかボー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 って入ってた。お話し会もそうだし、あのレッスンとかも結構あるしで、全然帰れないんですよ。まあでも充実してるってことはすごい嬉しいからね、本当に。なんか毎日何かがあるってすごい幸せだよ。もちろん皆さんはさ、お仕事多分しんどいことばっかしだと思うのね。ソラハたちはさ、自分が好きなことをしてるからだけど、まあファン中にはね、そう好きなことを仕事にできてる人もいるけどさ、まあ、そんな現実って甘くないや。だからさ、みんなはすごい大変だと思うけど、ソラたちはこんな楽しいことをさせていただいてて、いや私本当にコロナの時ね、もう地獄だったの、もう予定がなさすぎて、その10日間で元気になってからとか特に仕事したくて、でも何もできなくて、ショールームもダメで、だから本当にね、こう毎日ショールームできるのもだしさ、こう仕事があるとかさ、本当に嬉しいことだね。
構だんだんと体調戻ってきて、咳出なくなったしね、ちょっとしか出ないみたいになってるし、こんにちは、だるまありがとう、さやさん、メイク完成、マスクするから肌とリップはしない、アイドルやってて楽しいよ、まあ、もちろんしんどいこととかさ、いっぱい覚えないこととかいっぱいあると大変だけどさ、それではステージに立つときはさ、レッスンとか覚えるのがさ、うわーって頭がいっぱいで大変ってなるけど、でもステージに立ったらその大変だったこととか忘れるぐらい楽しいからさ、本当に楽しい、だからねやってきる、ファンの人もいるし、よし、あともう一回ちょっと確認してから行こうかな、本当に緊張するよ明日は、やばいよ本当に超緊張する、ファンの方がそうなんですよ、本当にそう、本当にそう、明日夜公演を待ってます、お待ちしてます、夜公演はちょっと表情が柔らかくなってるかも、昼は本当に緊張してやばそうだけど、2ヶ月前までやってたと思うとさ、なんかあれだね、早いね、悲しい、残念少女したい、連泊の順位で準備できましたよ、もちろん、ちゃんなんかね、今回もなんかカバン、なんか今回カバンで行こうと思ったんですよ、でもなんかカバンはカバンでパンパンすぎて、だからキャリーにしようと思ったんだけど、やっぱりキャリーってなるとさ、すっからかんになっちゃうよ、反対側が特に、1個は綺麗に服で収まるんだけど、もう1個はすっからかんになるから、やっぱ体重計入れたらね、いい感じになるから、体重計今回も持っていきます今回も体重計を持参したいと思います、体重計大事、最近太ってるから、最近体重が痩せないからね、明日はでも胃公炎だから痩せてくれると信じて、体重計、そう舞台の1ヶ月間では持っていかなかったのにさ、最近のこのちょっとした連泊の時に持っていくっていう、最近誰と、あでもね、同室あんまないです、最近はやっぱコロナ禍になって増えてからはそんな同室なくなりました、一人部屋が多いです、こんにちは、今回も一人部屋かな、なんかの時あれだった、誰かと一緒だったな、こんにちは、ではでは、そろそろ配信終わろうかな、やめたい、眠たいけど
起こします。自分の体を奮い立たせて起こせます。では壇上を読みます。13位帝国さん、12位お雑誌さん、11位かまちゃんさん、10位ヘルムビーゲさん、9位スライソニオさん、8位スーさん、7位ティティさん、6位のすけさん、5位キコさん、4位ミロさん、3位スベイさん、2位天然うなぎさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。では配信を終わりたいと思います。夜はですね、できたらしたいなって思います。できなかったらちょっと体力的にも疲れちゃってたりしたらあれなんですけれども、できたらしたいなって感じです。ありがとうございました。お昼にこの後皆さん予定ある方とかは楽しんでください。ありがとうございました。ではバイチャラポー、またね。ありがとう。